お前の家族だ。はい、皆様こんばんは。それではバイオハザード7の3パート目ですね、やっていきたいと思います。廃墟からの脱出というのはですね、成功とは言い難いですね。捕まってしまいました。この先どうなってしまうのでしょうか。起きてよ、まだ死んじゃダメなんだ。やってもらうことがある。失ったはずの手がくっついてます。ホチキスで痛々しいですね。ここはどこなんだ。どうなってる。ようやく起きたの、寝ぼすけさん。夕食の時間だよ。なんだ、誰だお前らは。ミアはどこだ。食べな、美味しいんだから。このバカには何言ったって分かりゃしねえよ。ルーカス、何やってんだい。何すんだよ、あんた。勘弁しろよ、親父。あいどげ曲がると。好き嫌いはいかんぞ。夕食はちゃんと食わんとな。さあ食うんだ。ちゃんと食わんといかんぞ。ほら食うんだよ。なんだいこのクソ野郎が。吐きやがったよ、ジャック。こんな、うるせえぞ、マーレット。せっかく作ってやったのに。なんだいふざけやがって。あのクソ野郎許さないよ。せっかく私が作ってやったのに。吐きやがって。こいつにはとっておきのご馳走でな。わかるか。さあ行くぞ。くそ、邪魔しやがって。またあの札が来やがったんだ。こんな時にクソが。すぐ戻ってくるから。とても仲の良い家族ですね。とんでもないテーブルマナーです。ただこんなのに付き合っていたら命がいくつあっても足りません。さっさと逃げ出しましょう。手は拘束されてるんですが、椅子を揺らせばなんとか抜けられそうですね。意外とガバガバなセキュリティ。家族が来る前に逃げ出しましょう。とりあえずおばあちゃん目開いてるのかどうかわかんないですけど、おばあちゃんは無害っぽいので、こっから脱出せなければなりません。どうしようかな、どうしようかな。この辺のものは後にしましょうか。とりあえず気持ち悪いので、さっさとここから出ちゃいましょう。地味にこっち見てるね。チラチラ。いないね。大丈夫だね。さっさと今のうち逃げちゃいましょう。チラ？大丈夫そうですね。さっさとここから離れ、やばいですね。走らずゆっくりと。こちらを探し回ってますね。これはまずい。どっかに隠れてやり過ごしましょうか。あ、おばあちゃんがいなくなってる。ちら？ちら？半チラします。まだこちらに気づいてないね。スッとやり過ごして、と、まだディナーが終わってないのに出ていくつもりか。待っててやるよ。今のうち逃げましょう。バレていないようですね。バレた方は、おお、バレてたみたいですね。これはいけない。さあ逃げます。ちょうどいいので、今おじさんが開けてくれた穴を利用して
鍵をゲット。で、これ後ろから掴まれたりするんだよな。さあ、どっちから来る？もうおしまいだ。そうですね。ああ、うん、危ない。シャットアウト。シャットアウト。そしで足止めしてる間に、もう少しうまくやらんとな。ちょっと足目も焦っちゃいましたね。もういい。お前の好きなようにしろ。そうさせてもらいます。ふう。ちょっと焦りましたね、私も。カーソルが合わなかった。無事逃げ切れたみたいです。そしたらここでアンティークコインをゲット。上から足音がしますね。これは非常に怖い。このスリルたまらんですね。命の駆け引きっていうんですか？生きるか死ぬかの時が人間一番輝いていると。生にしがみつく時がね。完全に言ってることがサイコパスですけども。一旦ここで、安全なエリアに入りました。一旦セーブします。はい、OK です。というわけで、新しい場所ですね。ここは本館のようです。本館さんですね。で、私が今いるのがランドリー。うん。なんか汚い格好してますが、一応は洗濯機をこんな複数持ってるみたいですね。うん。で、ここに強い味方。アイテムボックスです。ありがたいですね、アイテムボックス。で、サプライズボックスが、初回特典みたいな感じですね。で、この、汚れたコインってのが、汚れたかな？体験版のクリア特典ですね。何に使うか今のところ分かってないんですが、もう分かってんのかな？ちょっと私はまだ存じ上げないんですけど、が入ってます。で、防御のコインっていうのが、これ持ってるとちょっと頑丈になると言われてるコインですね。一応今回それは使わずに行きますけど、後でまたね。で、この箱、サプライズボックスを開けると、ハーブと回復薬が手に入る。ありがたいですね、これね。ということで、ハーブは一旦預けて、回復薬だけ持っていきましょう。うん。ここには、ハーブと、薬液ですか。これを組み合わせることによって、回復薬ができると。まあ、いわゆる合成ですね。ハーブ単体で使うよりも効果が高いので、合わせて使うのが今回ね、メインみたいです。ただ、薬液の方は、ガンパウダーって弾にもできるので、どちらに使うかはもう本人次第だと思いますね。さあ、キーピックも手に入りました。これで回復3つです。多少殴られても大丈夫そうですね。さあ、じゃあまた探索をしていきましょう。怖いですね。みんな多分、震え上がってんじゃない？震え上がってる。今ちょっと電話が鳴りましたけど、どうしようか、先に電話取っちゃうかな。ゾイだな。あいつらは一体何なんだ。知りたくなかったら黙って聞いて。その屋敷から出ないとメインホールから出られるかも。分かった。あと腕のはコデックスっていうの、なくさないで、大事なものだよ。うん、腕のはコデックス。このコデックス、時計よりもね、自分の手がそれでよく繋がって動くなって感じがしますけどね。まあそれはいいんですけど、要はこれが体力のバラメーターですね。ステータスです。今回は、ここを見て体力が減っているかどうかを判断するみたいですね。さて、それでは、さっきは全然調べ物してないので、ちょうどいいのでタイミングよく調べ物していきましょう。7月25日、男30、痩せすぎ、願望。なんだろう、暗号かな？ここでハーブをゲット。あとは、ずぶんいいよ、風穴開いちゃいましたね。で、この辺に領収書かな。ニコズハードウェア、ノコギリ、トタン用ロープ、ペット用首輪。これでもちょっと
そうですね。ノコギリとロープと首輪でしょ？ちょっと危ないプレイを想像できますね。しかも首輪20個も買ってます。どういうことだってばよ。すごいプレイですね。20匹。恐るべし。で、こっちも探索していきましょう。ここはナイス。で、ここは後で切ります。ルイジアナで男性3人の行方不明。うん。今月9日、ルイジアナ州ニューオーリンズから、同州ダルベイに出かけた男性3人と連絡が取れないとの通報を受け。これはですね、連絡取れないのはピーター・ウォーケン、アンドレ・スティックランドさん、クランシー・ジェイビスさんの3人。レポーターっていうか、撮影クルーですね。インターネットに配信する動画撮影のため、ダルベイへの取材を計画したという。あ、テレビではすらなかったんですね。インターネットで配信。動画撮影。我々みたいなもんですよ。私みたいなもんですね。で、これはビデオかな。なかなかいいシステムですけど、肝心なテレビがありませんね。で、ここでハンドガンの弾をゲットです。とりあえず、今んところおっさんはいないようなので、このまま、探索を続けるんですけども、ここに、はい、回復薬、キーピックであげます。でも、キーピックなくなっちゃいますので、どこでどう開けるかはもう、本人次第ですね。ここがガレージ。で、ガレージを開けるためには、このテープを剥がさなきゃならない。うん、何か刃物のようなものが必要ですね。で、次なんですけども、メインホールの方に抜けなければなりません。メインホールってどこぞというふうに思うと、あ、その前に写真がありますね。誰か、女性かな？痩せた感じ。ショートカットの女性。目が隠されております。これは、うん、さっき、ご飯を投げつけたやつですね。で、行かれた夫婦。ご夫婦みたいです。これだよな。よし。で、メインホール行くためには、ここを開けなきゃならないんですけど、何か足りない。うん、どうしよう。どうしようって。もう全部調べ物したし、どうしようかなっていうふうに思っていると、どっかから音が。ほら。開けてくれ。誰かがいます。ヤフーのアプリではありません。頼む、助けてくれ。ちょっと落ち着いて。あんた、ここの人間なのか？つまりこの家に住んでるのか？俺が？そうじゃない、違う。そうか、実はこの辺りで失踪事件があったと通報を受けてね。それどころじゃない、ここから出たいんだ。まあ落ち着けって。俺の話を聞いてくれ。この家のイカれた奴らに殺されそうなんだ。そうか、じゃあ言わせてもらうが、そういうあんたこそあんまりまともな人間には見えないぞ。ふざけないでくれ。いいか、さっきも言ったが、この辺りで失踪事件が頻発してるんだ。疑ってるわけじゃないが、あんたみたいなよそ者が関わってないともまだ言い切れないからな。分かったよ、何でも話すから。よし、分かればいいんだ。じゃあガレージがあるだろう、そこで話そう。待ってくれ、その銃を貸してくれ。あんたどうかしてるんじゃないか。なあ、保安官。保安官補佐だ。保安官補佐、どっちがいい？俺を新聞の死亡記事で見るか、助けて一躍ヒーローになるか。ポケットナイフだって。ああ、持っていけ。これで十分だか。ほら、さっさとガレージへ行け、今すぐ。まあ確かに、ナイフでどうしろってんだ。銃は渡さないですよね。というわけで、初めての武器ですね。初めてってわけじゃないですけど、ポケットナイフをもらいました。ちょっとここから先ですね、大きな戦闘がございますので、一度セーブします。すいませんね、何度もね。一旦セーブします。はい、お待たせしました。それで行きましょう。とりあえずハーブ、うん。まあいいでしょう。これで行きます。で、このナイフなんですけど、なんか、
役に立たなそうなんですが、早速ここで使えます。ナイフでよかったじゃん、これ銃だったら無理だぜってことで、ガレージでおまわりさんと合流しますと。おい、こんなとこ早く出よう。いいか、まずこんな夜中に一人で何をしてるのか説明しろ。俺が？あんたもだ。俺は仕事だ。いいか、本当のことを話すんだ。質問に答えろ。言っても信じるわけないさ。答えろ。おい、シャッターを閉めるな。やめろ、閉めるんじゃない。大変なことになっちゃいました。あおう。で、仕方ない。お前もここで殺してやる。お前も家族だ。一応ですね、やり合うんですけども、別に弾を撃たなくてもいいです。まあ、ちょっと楽しいから撃ってますけど。外したか。まずここで鍵をゲット。その後車に乗り込みます。で車に乗って鍵をエンジンをかける。これ自分の車です。おっさんほだから前に出てくるので、あとは引きます。そう。何度も何度も。私はあのゾンビゲームでね、たくさんの人を引いてきたので、これには自信があります。で一定以上引くと。おっさんが消えます。あれどこ行っちゃったのかな、引っ掛けちゃったかな。やってるとそのうち、はい、オープンカーになっちゃった。私の車がで、この後も勝手に動いちゃうので、あとは見てるだけです。怖いですね。もう終わりにしよう、俺たちで。このままだと、いいね、串出しになっちゃう。ドライブを楽しもうぜ。何してる、やめろ、やめろ。なんとか生きてますね。まだ息があるようですが、大変な目に遭っちゃいましたね。ちょうどいいからアイテムを回収していくんですけども、なんと野郎まだ動きます。おいおい、何しやがる、どうしてくれるんだよこの。まずい、アウト。とんでもない生命力ですよね。こいつに捕まれるとこの炎のダメージも入るっぽくて痛いので、なるべく距離を取ってね、ダメージ受けずに車の爆発を待ちましょう。さあアイテムは全部取ったかな、忘れてる気がしないでもないですけど、まあまあ取らなくても取っても銃はそんなに使わなかったんでね、先へ進みましょう。ただし、しっかり見ておけよ、今から面白いものを見せてやる。マジかよ、面白いものですか、汚い花火だな。とにかくしぶといパパでしたね、ジャック・ベイカーさんです。まあファミパンおじさんというふうに言ってましたけども、長らくですね、体験まで1億の人のを殴ってきたと思うこのおじさんですが、ついにですね、倒れることになりました。本当に倒れたのかなって。さあでこれ、そういえば足りない部品がありましたよね、メインホールに。その時の部品にちょうど似てます。これよかった、どうしようという時に、まあ、裏返してネズを外します。ずいぶん軽やかに外すね。そうするとプレートをゲットできると。はい、ぜひね、今さっくりちょっとやっちゃいましたけども、ジャックとのボス戦なんですが、あの鍵をですね、わからないまま戦っているとジャックがですね勝手に車に乗り始めて、勝手に暴走し始めます。ほんとすごいですね。
暴れまくるんですけど、そうすると倒すの結構至難なんでね、初めてやった人は結構そういう目にあったと思いますが、ぜひね、皆さんもその暴走状態のジャックっていうのも見てほしいですね。さあ、ということで、そうだな、体力もそんなに減ってないかな、ね、安定していけたので、まあ、ハーブは回収して、ショットガンも弾いらないので、これ回収しておきましょう。じゃあ、いいタイミングかな。じゃあ、ここいらでセーブして、次回はね、続きは次回にしましょう。それでは皆さん、ありがとうございました。